します。愛媛 FC の新体制で新たに加わった選手は9人です。中でも注目は愛媛 FC の生え抜きで、過去にはチームのキャプテンを務めた前野貴則選手です。愛媛 FC から鹿島アントラーズ、アルビレックス新潟を経て6年ぶりに復帰しました。6年ぶりに、帰ってきた、こと帰れたことに嬉しく思いますし、強い気持ちを持って、あと覚悟を持ってしっかりと戦いたいなと思います。この他、タイリーグから加入したディフェンダー池田選手や、身長186センチのフォワード上原選手、そして東京オリンピック世代の日本代表神谷選手など、高さや精度などチームの課題を補う選手たちが加わりました。新しいスローガンは反抗追撃、試合終了まで手を抜かず執念を持って戦うという意味が込められています。ユニフォームも新しくなり心機一転、去年の15位から一気に J1 昇格を狙います。